完璧で究極なシマエナガの写真がこちら。有利法。華麗だな。美しいね。丸っこいシマエナガちゃんが好き。どこ歩けばこの子に会えるんですか。窓辺は鳥のドライブスルー。親切な住人さんに餌をもらいに来る冠カラカラ。こっぱ。想像してた鳥と違う。どうせスズメとかハトだろう。え、米粒とかじゃ満足しなさそう。トングで運ばれてしまうインコさん。鳥ってこうやって運ぶんか。主語のウームさん。飲み鍵いい。でんぐり返し。かわよ。ひっくり返った後、動けないとこがかわいすぎる。ミミズクは一度信頼した人間に絶対的愛情を示す。命を救ってくれた獣医をぐっと翼で抱きしめ、しぼの情を見せる。感動した。抱きしめとる。恩を忘れないんだね。人より誠実かも。人間は恩をあだで返すからな。鳥でさえ愛を返すというのに。まだ足りん。カラスをブラシで撫でるのをやめると、わかりやすく催促してくる。ブラッシングされてる。どういう道具かちゃんと理解しとる。カラス飼いたいな。完全にペット。すごい。カラスを使ってお金を集める方法。コインを入れると餌が出てくるカラスのための自動販売機。ピーナッツと引き換えにコインを集めてきてもらうという、カラスのための自動販売機クローボックスが開発された。ハーベスト。しげちーもびっくり。一般人の所持金狙ったりしないよね。わら。俺より稼いでそう。お昼寝中のニャンコに密着。ふわもこに埋もれてうっとろりん。なインコたち。猫怖くないんか。モフモフに突っ込んどる。暖かいんかな。ここが天国ですか。こっちは踏まれとるやん。ぬっこの顔。怒らないのかな。仲いいんだねー。モフモフタイムか。モフモフ大集合。ウサギもおる。アヒルのひな。こんなモフモフなんだ。一匹いただきますね。この中で過ごしたい。世界平和。スケボーを乗りこなす鳥さん。ワイよりうまい。人生でスケボーやったことないけど、ワイだってこれぐらいできると思う。せめてできることでマウント取れや。どうしてもキーボードのボタンが気に食わないとっぴ。ないと困るんや。地味に嫌なやつ。閲覧注意。口から本体がこんにちは。ローリーロリキートと呼ばれるインコの仲間で、過密食といって、花の蜜を主食として食べている種類らしいです。エイリアニャン。バイオハザードに出てくるやつ。この下で花の蜜を主食とかギャップすぎ。絶対人襲うやんけ。人襲いそうな目してると思ったんだよ。巣作りの季節。あ、ちょうどいいふわふわがあった。と、鹿の毛を抜いて運んでいく鳥。これは、賢い。鹿も嬉しいんだろうか。使いやすい毛なんだね。鹿も嫌がってないもんね。さっぱりするねー。俺の残り少ない毛もどうぞ。草。癒されるねー。ずっとずっと一緒にいようね。
猫と鶏の一種ユニットが紡ぐ優しい時間に癒されたい。すげえ。鶏。これは夫婦ですわ。ラブラブかよ。リア充爆発しろ。猫が襲いそうなもんなのに。たまらん。熟年カップルなのか。幸せを分けてもらったわ。俺も仲間に入れてくれよ、ゲス顔。ゼロ距離で歩くリア充が見つかる。これはリア充。ぶつかりながら歩いてんじゃねえか。押すな押すな。水に感謝を捧げる儀式、でいいんか？何が召喚されるの？求愛ダンスに1ミリもなびかないメス。せめて見てあげて。かわいそう。どう？似合う？綺麗な果敢にご満悦の笑いカワセミが人懐っこくてかわいいけん。すご。映えすぎ。とインスタ映え。あいつ俺よりインスタ上手くねえ？かわいい。微笑ましすぎ。ふっくら感やばいね。なんとなくドヤ顔にも見える。手で置いてるのに逃げないのね。鳥と花は鉄板やね。花鳥風月ってやつですな。かわわわわ。幸せ空間。ペンギンさん、人間のエゴで豚にされる。来てるような来てないような。人間のエゴだ。犬とか猫も着せられてるよね。どんな気持ちなんだろう。しかしなんで豚？微妙なチョイス。可愛いけども。着てるというよりは被せてるな。そのままで可愛いんだから。豚で草。これどうなってんの？高速回転とか動域が広いから一回転してるように見えるけど左右に振ってるだけや。Y は左右に振ってるようにしか見えんけどな。かわいいな。よしよし。器用やな。鳥から見ても猫はかわいいって思うんか？ちっこいワンワンをタクシー代わりに使うとっち。こんな子犬でも運べるんか、力持ちやな。鳥って空飛べるように軽くなってるから見た目よりずっと軽いぞ。お前の話なんか知らん。飼育員の説明中にせっせと靴紐をほどくペンギン。ペン。なんで引っ張るにゃわら。ペンギン、おやー。くさ。どういう状況なんだ。インコに折り紙のインコを近づけた結果、蹴り倒されてる。周りにいるインコも人形とかだよね。人形は仲間認定されてるんか。うとうとインコタン。電車にこういう人おるな。やっぱ支えがあった方が寝やすいんか。鳥たちの群れが巨大な生物感半端ない。なぜ集団飛行するのか、はっきりとしたことは分かっておらず、外敵から身を守るためとも言われていますが、動き自体は単純な理由で、隣の仲間が動くと、自らも動くというルールに従って飛んでいるそうです。怖い。世界の終わりじゃん。日本でこんなん見たら災害の前触れだと思うわ。秘宝、カピバラさん、アヒルのための浮島とかす。お風呂場やん。これはまた。諦めた顔してるのか、ただ眠いのか、わら。なぜそうなる？うちでカピバラ飼うの夢だわ。なぜこうもお風呂場が似合うのか。温泉のイメージ強いよね。R2D2 の声を勧告した鳥の声をお聞きください。クオリティが凄まじい。完璧。鳥ってみんなこういうのできるのか？鳥によってうまい、下手とかあんのかな？そりゃあるだろ。飛行鳥さん、飼い主の手の上で大暴れしてしまう。
そう暴れしてて草。水浴び？笑。ブレイクダンスしてて笑える。入れ墨に目がいっちゃうわ。これは優しい飼い主さんだ。かっこ入れ墨子は。白頭足の入浴シーンがド迫力ダイナミック。かっけえ。なんというがな。クソ強そう。さすがに小鳥とは違うわ。後ろにも一羽おるやん。iPad を自分で操作してインコの動画を見るインコがすごい。インコまでも使いこなすとは。ワイラやん。YouTube やべえなって改めて考えさせられるけど今も YouTube 見てる。あ、溶けた。フクロウが直射日光に当たりすぎるとどうなるのか？液化する。なんやこれ草。とろけるフクロウ。こぼれ落ちそうになってる。熱いんか。砂漠の魔女かよ。ジブリ感溢れとるね。マスコットかい。鳥とは思えん。猫といい、フクロウも液体なのか。可愛くないわけがない。ティースプーンサイズのうずらのひなにも大死ぬ。スプーン一杯分。マジっすか。かわいすぎる。うずらの卵があれだしな。さすがに小さすぎない？わら。手のひらサイズってレベルじゃねえぞ。ここでペンギンさんのひなをどうぞ。でかすぎんだろ。なにこの大物感。ひな界の重鎮、ペン様。